城北公園通駅は大阪府大阪市旭区赤川一丁目にある西日本旅客鉄道大阪東線の駅である。駅番号は JR 開嶺後、旭区内では初の JR 駅となった。単線であった上等貨物線の行き違いのために設けられた宮古島信号場跡に位置する。建設中の仮称は宮古島駅であったが、 大阪市営地下鉄谷町線の宮古島駅とは1 6トルも離れており、地元住民から宮古島駅に決定したら乗客の混乱をきたす可能性があるとの指摘の声が上がっていた。2016年12月6日、浅彦役所や同区内の地域団体会長らで構成される浅彦大阪東変身駅名称規制会の決起集会が浅彦の区民センターで開催され、 新駅名を城北公園通とする決議案を採択した。規制会は1ヶ月かけ区民から約17,800人分の署名を集め、2017年1月31日、JR 西日本大阪支社に要望書とともに提出した。一方、駅西側の宮古島区は同区下町が良佐武村の生誕地であることから武村がついた駅名を希望していた。 2018年7月24日、駅名を浅引川が要望していた上北公園通に決定した。決定理由は、朝引と宮古島区を貫く通りの名称であり、大阪市編入以前の自治体名、上北村の名残として地域名に使われており場所が分かりやすいことから。一方、宮古島区側にも配慮する形で、宮古島区側の出口には、武村口、 駅スタンプや柱に武尊生誕の地が刻まれることになり、駅構内に武尊像も設置されることとなった。相対式ホームに面2線の高架駅で8両を編成対応、上屋は6両分。各ホームにエレベーターが1機ずつ、エスカレーターは各ホーム2機ずつ設置されている。放出駅が管理する JR 西日本交通サービスによる業務委託駅であり、 一部時間帯は無人となる。そのため改札機、券売機、生産機付近にはインターホンがあり、無人時間帯はコールセンターのオペレーターが対応し、各種機器を遠隔制御している。駅のデザインコンセプトは、淀川の渡し船としている。緑の窓口は設置されず、緑の券売機が設置されている。二千十九年度の一日平均乗車人員は千七十九人で、 ある。開業後の1日平均乗車人員は以下の通りである。最寄りの停留所は赤川1丁目、大東町1丁目、赤川3丁目で大阪シティバスにより運行される以下の路線が発着する。当駅開業に合わせ赤川1丁目、大東町1丁目にはの副停留所名が付けられた。赤川3丁目は城北公園通り沿いにある。出店。 ありがとうございます。